2007年8月、当時26歳で横綱だった朝青龍が9月場所と11月場所の出場停止と、4ヶ月間 30% の減俸、そして千秋楽までの外出禁止の処分を下されました。また、師匠であった高砂親方も責任を負い、4ヶ月間 30% の減俸となっています。横綱が出場停止という処分を受けることは、日本の相撲界では初めてだったため大きな話題となりました。朝青龍がこのような重い処分をされた理由は、怪我を理由に休業届を出していたにもかかわらず、祖国モンゴルに帰って友人である中田英寿さんとサッカーをしていたためだと言われています。この出来事は朝青龍のサッカー事件として、彼はいつか不祥事により引退するだろうと言われるきっかけとなっていますが、実は一概に朝青龍だけの責任ではなかったとも言われています。サッカー事件の経緯。大相撲第68代横綱朝青龍、本名はドルゴルスレンダグワドルジといい、モンゴル出身の力士です。彼の発言は粗野なものが多く、畜生このキムチ野郎など、たびたび世間を騒がせたこともあり、横綱としての品格を問われることも多々ありました。彼の暴言の数々については当チャンネルの別の動画で詳しくご紹介しているので、そちらもご覧ください。またすぐ怒り、マスコミに対しても暴言を抑えられないこともあり、マスコミ関係者から嫌われ、通常ならば話題にならない程度の出来事でもすぐにメディアに書かれてしまうありさま。2010年には泥酔して大暴れし、警察が出動するほどの事態を引き起こします。一般人が被害者となってしまったことで責任を問われ、日本相撲協会は横綱に初めて引退勧告書を提出。2月4日には責任を取って引退となりました。数々の問題を引き起こしてきた朝青龍ですが、最も有名なのがサッカー事件です。2007年7月25日、朝青龍は左肘内側側副靭帯損傷、左尺骨神経障害、急性腰痛症、第五腰椎疲労骨折という複数の損傷の診断書を提出し、8月20日まで場所を不参加することを届け出ています。しかし夏場所を休業中の時期に、故郷のモンゴルで行われたチャリティーサッカーに出場していたため、怪我は仮病なのではないかと言われ、謹慎処分を下されました。相撲協会の理事は会見にて、怪我で休んでいるのにサッカーをしたのは軽率だ。相撲界の模範であるべき横綱が場所中に取った行動は、全くふさわしくない。深く反省してほしい。と語りました。朝青龍は、処分を受け止め、治療に専念し、謹慎後の場所に備える。とコメントしています。全治6週間という医師の診断書通りであれば、サッカーなどできないはずです。しかし笑顔でサッカーし、華麗にシュートを放つ映像がテレビでは放映されていました。このチャリティーサッカーに一緒に参加していたのは、サッカー元日本代表の中田英寿さん。朝青龍はインタビューで、中田さんは友人。と発言しているものの、中田英寿さんの所属事務所であるサニーサイドアップは、二人は以前から面識はない。誘ったわけではなく全くの偶然。としています。一方で、朝青龍の主治医である平石クリニックは、仲良しの中田くんに頼まれたため、痛みをこらえて頑張った。としており、結局コメントが食い違ったままとなりました。中田英寿さんの公式サイトではサッカー事件について、誤解を招くような行動には問題あったが、と前置きした上で、次のようにコメントしています。ここぞとばかりにメディアが朝青龍をいじめているようにしか見えない。当人が仮病と認めてはいないのに、仮病だと決めつけている報道をしているように感じる。実際に腕を痛めていたのは本当で、食事の際お皿を取る行動も痛みを覚えていたと証言しています。続けて、朝青龍にはこの騒動に負けず怪我を克服し、より強い横綱として戻ってきてもらいたい。頑張れ朝青龍。と励ましの言葉を送りました。サッカーの真相。朝青龍の軽率な行動だけでは、日本全国のテレビに放映されることはなかったと言われています。もしもあの場所に中田さんがいなかったら、と言われることもあります。そのため朝青龍だけでなく、中田英寿さんにも批判が集まりました。中田英寿さんは元サッカー日本代表ということもあり、そんな彼がチャリティーサッカーに出場すれば注目が集まるのは当然です。
朝青龍は運が悪かった。中田さんもフラフラするべきではなかった。という意見がありました。中田英寿さんは、当時、自分探しと称して各地を巡っていたこともあり、結果として両人とも批判の対象となっています。ですが、朝青龍は自分が悪かったのではないと思っている節がありました。朝青龍は、モンゴル大統領の少年スポーツ問題担当特別顧問という立場で、モンゴル政府が朝青龍にサッカーの参加を要請したのではという噂があります。中田英寿さんもモンゴルと日本の国交が始まって35周年という記念事業のため要請を受けて参加していました。国の記念事業の一環として2人はサッカーに参加したため批判される筋合いはないという主張があると思われます。しかし朝青龍が本当にモンゴル政府に参加を要請したとしたら相撲協会に届け出を行い参加を承諾された上でモンゴルに帰りチャリティーサッカーに参加するべきでした。また中田英寿さんは朝青龍が診断書を出して場所を休場していた事実を知らなかったと言われています。モンゴル大使館は日本に対し朝青龍を無理に参加させてしまい申し訳ないという謝罪文も発表しているのですが結局のところは政府の依頼なのかそれとも中田英寿さんに誘われていたのか真相は不明です。ですが朝青龍が独断で帰国し勝手にチャリティーサッカーに参加したわけではないことは確かなため朝青龍だけの責任ではないというのが世間一般の意見でした。引退後朝青龍はサッカー事件についていくつか言及しています。引退してすぐのイベントではインタビューにてサッカーが好き子供とサッカーを見ていると自分の仕事を忘れちゃうとボールを蹴る仕草をしながら語っていました。2018年のチャリティーサッカーに参加した際は朝青龍 FC を子供たちと組んでサッカーに出場しているのですがこの際にこれで問題になったんだとポロリとコメントしています。朝青龍の中でも2007年の処分はある意味で思い出となっていることがわかるワンシーンでした。またフジテレビのダウンタウンナウでは松本人志さんから本当に骨折していたの?と聞かれるとギリギリの骨折と語っており本当に骨折はしていなかった模様です。ですが治療のために帰国して自分は国のヒーローということでチャリティーサッカーに参加しないという選択肢がなかったとも語っていました。改めてこの騒動視聴者の皆さんはどう思いましたか?朝青龍と中田英寿さんが2007年当時本当に友人だったのかは今でもはっきりと分かっていません。しかし2009年の場所にて中田英寿さんは朝青龍の支度部屋を激励するために訪れています。本当に良かった。厳しい体調の中素晴らしい結果を出していたし迫力があったとコメントし2人が笑顔で讃え合う写真も掲載されました。会場は立ち見客も出るなど朝青龍の人気を感じさせるものでしたが中田英寿さんは自分でチケットを購入して場所を観戦したようです。横綱は強くないといけない。朝青龍は見せてくれる人だと朝青龍と握手もしたとのこと。サッカー事件は場所を休んだ理由となった症状のすべてが真実ではなく一部仮病の可能性が高かったことが現在では分かっています。ですが朝青龍が愛国心に満ちた人間だということ、また復帰後も横綱として強さを誇ったということだけは事実です。現在は実業家として活動している朝青龍が今後どのような形で日本と関わってくるのか、まだまだ注目が集まりそうですね。